麺が美味しくない？美味しい。皆様こんにちは、イートキングコングです。今日はオイスター焼きそば作っていきましょう。麺はこれです。生麺、今日はこれ生麺使って焼きそば作るんですけど、美味しいでしょ。この茹でてないですね。これで焼きそば作ります。でこれを普通茹でて作るじゃないですか。今日茹でません。もう炒め焼きしていく。これがめちゃくちゃ美味しくなる。もう今日はそれを紹介したいんです。じゃあ楽だ。うん、ということでいきますか。はい、はい、じゃあまず出します。前回こちらの動画で油そばやりました。その時のこの8番麺粉棒、この麺、これめちゃくちゃ美味しかったからね。そう、その時にな、美味しいなと思って焼きそばやりたいなと思ったんですよ。なんで今日は焼きそばです。はい、2玉いきましょう。これね、普通湯がくでしょ。湯がかない。この麺のうまさを最大限に出すやり方でいきます。はい、その他材料いきます。豚バラ肉です。あとはキャベツ、そして、これ細ネギ、もうこれだけです。もう麺を美味しく食べる。いきましょう。はい、はい、春キャベツです。うん、でもいいけどね、キャベツなら。はい、これぐらい、これぐらい使います。残りは直しといて、3センチ角ぐらい。はい、細ネギです。細ネギは4センチぐらいに切っておきます。今日豚バラ肉使います。これこま肉でも何でもいいです。これネギと同じように、この3センチか4センチぐらい。はい、はい、どうも。こんな感じね。中華っぽいね。材料これだけ。はい、あとはもう合わせ調味料作って焼いて終わりです。いきましょう。まずガラスープの素、これ2食分なんで小さじ2、オイスターソースね。1人前、1つの麺で大さじ1ぐらいかな。はい、で醤油、これそれの半分です。これだけで、お湯300、これが味のベースです。フライパンと蓋用意します。じゃあこれで調理開始。はい、サラダ油大さじ1杯引きます。まず豚肉から炒めます。この豚の油も美味しいよね、麺に入ったらね。炭水化物と肉の油使いたいね。でキャベツはちょっとくたっとしてる方がもう馴染むので、ここで入れちゃいます。そうそう、春キャベツはね、水分多いから美味しいよね。はい、
じゃあ最大のポイントいきます。ここ片方に寄せて火力中火ぐらいにしてください。中火から弱火、片方に寄せて、これね、湯がいてない麺、ね、いきます。この具材上に置きます。麺下、広げます。はい、そしてここにね、このソース入れていきますよ。分けて入れます。それぐらい、ちょっとほら残ってる感じ、うまそうでしょ。この美味しいソースあるじゃないですか、美味しい出汁をもう麺に吸わせながらやっていこうぜと。じゃあもう始めっから。そう、そう、じゃあ麺めっちゃ美味しくなるっていうの。で、ここで蓋します。で、蒸し焼きしながら麺に通していく。今1分ぐらい経ったかな。1分経ったら開けます。でほぐします。で、裏返すぐらいね、ちょっと上下変えます。ほら、美味しそうじゃない、この焼き目。こんな感じ、いい色ついてるでしょ。めっちゃいい焼き目、うん、はい、残り入れていきます。で、ちょっとつくでしょ、ここに。でも、お湯入れてください。はい、この水分量、今日300で始めましたが、400ぐらい入ってもいいです。で、それどうやって調整すんねんって言ったら、蓋開けて炒めればどんどん水飛んでいくでしょ。パスタとか作るの時と一緒。もうほぼ、ほら、味が入ってきた。また弱火で、これです。いきます。ほら、美味しそう。はい、で、今ちょっと水分残ってるでしょ。こうやってで、これを蓋開けて炒めていけば飛びます。はい、で、ここでじゃあ最後おネギ入れます。ニラでもいいですよ。まあ、なんとなく海外っぽくなってきたんじゃない。この色いいでしょ、ほら、香りが全然違う。でしょ、海鮮の匂い。やっぱオイスターいいよね。で、最後ね、しっかり焼いて、ほら、もう水分取らないでしょ、ほら、こんな感じ、ね、はい、水分が飛んだらごま油です。ちょっとだけ香りつけたらより美味しく。はい、これでオイスター焼きそば完成です。美味しそう。めちゃくちゃいい匂いするね。たらこんな感じです。やってみようか、食べてみる、うん、オイスター焼きそばです。
はい、じゃあさ、じゃあまあ、はい、食べてみて。すごいだろ、うん、麺が美味しくない？美味しい。いただきます。うん、うまっ。麺とろとろやっとるけどな、うん、うまみがすごい ね。うまっ。あんかけ焼きそばみたい。うん、キャベツも豚肉も美味しくなるね、これで。うん、うん、うまい。うまいね、うん、うん、オイスター焼きそばのご紹介でございました。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンもよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。糸銀坊でした。バイバイ。